はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということで今日は何をやっていくかというと、夏に向けてね、私はこの冬の間結構ダイエットに取り組んできたんですけど、で私はね昨年10キロのダイエットに成功しました。イエーイ。そうでね、私は車椅子に乗っていたりとか、あとは体幹の機能障害があるので、どうしても幼い頃から痩せにくかったりとか、お腹周りの筋肉がねつきにくいっていう障害があったんですよ。なのでこう本当にねダイエットっていう面では悩んできたことが多くて、私がねやってきたねトレーニング方法とか、あとはこう体幹が弱い方でもできるトレーニング方法っていうのを紹介していきたいと思います。イエーイ、はい、でね、まあ実際に私の体重も公開して紹介していきたいと思います。はい、イエーイ。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということでね早速やっていきたいと思います。はい、まずは何の話をしてるかというと、まあ私の過去の体重と現在の体重を公開したいと思います。はい、ということでまあ体重もそうなんですけど、まあ身長の方も紹介していきたいと思います。はい、私の身長は163センチになります。イエーイ。普段はね車椅子に座ってたりとか膝が伸びにくかったりするので、こう立った状態で測ると150いくつなんですけど、ちゃんとね寝転がった状態でこう膝を伸ばしてもらってこう測ったら163センチでした。はい、私はねそれでもなんかちっちゃい方で、兄弟の中でも一番ちっちゃいんですよ。一番ではない、妹ちゃんが一番ちっちゃいので3番目になります。はい、今年まではなんと体重が60キロありました。60キロ。そうで、もう本当に163センチの身長の平均体重っていうのは平均体重っていうのはね58キロなんですけど、3キロもオーバー、3キロぐらいオーバーしてたんですよ。で今現在はなんと、今現在の体重は50キロになります。はい、そういうことで10キロのダイエットに成功したわけなんですけど、私がやっていたトレーニング方法っていうのはこうやって寝転がってこれぐらい、わかりますか？これぐらい上げて、このおへそを見る感じ、ちょっと上げるだけ。これを10回3セットやってました。腹筋は実際にやるとこうやって寝転がってちょっとこう上げるぐらい、これを10回3セットこうやって、あとはこの状態でキープ。そしてテレビを見たりとかスマホをいじったりとか本読んだりとかっていうのをしていました。顎すごいんだよね。で一番痩せにくい下半身なんですけど、下半身は寝た状態でグッと、まあこう障害のこう障害の状態にもよるんですけど、私はこうやってお尻を上げて、こういう感じでお尻を上げてキープ、10秒をポケット、20秒かな、20秒を3回やってました。これで太ももとお尻がキュッと引き締まります。今のやつは私が水泳をやっていた時代にこう障害に詳しい方、私障害者の水泳チームにいたので、こう障害に詳しい方が教えてくれたんですけど、本当になんかこう体に無理なくできるので、結構ね簡単にできるのでおすすめです。はい、ということで今日はこんな感じでトレーニングを紹介しました。はい、なんかねやっぱり私が思うのはやっぱこう健康的に痩せることが大事だと思うので、なんか極端に食べなかったりとか朝ごはん抜きダイエットとか炭水化物抜きダイエットとかっていうのを私もやってたことがあるんですけど、やっぱなんかこう食べないと貧血になっちゃったりとか、やっぱ体にも負担が大きいというか、だから健康的に
痩せるっていうことを私は常に考えてました。でやっぱりこう平均体重ってあるじゃないですか。平均体重、だいたい平均体重の前後ぐらいを目安にしてこうダイエットやってみるといいのかなと思います。こうちゃんと曖昧にせずにこう目標体重っていうのを決めてやっていくと健康的に痩せるのかな、痩せる、健康的に痩せられるのかなと思います。はい、はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。